ハローキティは、1974年に日本の会社であるサンリオによって生み出されました。最初は、キャラクターデザイナーの門井義信がデザインした白い小さな猫として登場しました。1975年には、キティの名前が付けられました。ハローキティは世界中で愛されるキャラクターとして知られ、様々グッズが販売されています。また、テーマパークハーモニーランドもあります。ハローキティは日本のみならず、世界中の子供たちに愛されています。ハローキティは、生まれてから数十年が経ち、多くの変化を遂げました。1980年代には、アメリカでの人気が高まり、テレビ番組ハローキティのファンタジーショーが放送されました。その後、ヨーロッパやアジアでも人気が出始め、現在では世界中で愛されるキャラクターとなりました。また、近年はようなコラボレーションが行われており、有名ブランドとのコラボ商品や、キティをモチーフにしたファッションアイテムなども登場しています。さらに、ハローキティの誕生日である11月1日はキティの日として祝われ、各地でイベントが行われます。今後も、ハローキティは世界中のファンの心をつかみ続けることでしょう。